伊達ちんチャンネルへようこそ。伊達ちんでございます。本日はキニキマンマスリショット行きましょう。マスリショットポチッと。はい、本日こちらスカーフェイスの街行ってみましょう。はい、今回これチャレンジ対象にもなってますんで行ってみたいと思います。はい、今回はこちらスカーフェイスの申し出でございます。行ってみましょう。このスカーフェイスの申し出なんですけどね、なかなかやる時間がなくてね、なかなかね、今になっちゃったんですけど、行ってみましょう。はい、まずランドは登場するギミックがバクアロープとローと、これカウンターですね。まぁ、バクアロープって言ったのに突っ込む、これね。まぁ、あれですよ。まぁ、ローでいけると思ったんだけど、ローなかなかいけなかった。で、今回この、あれですね、バッファローマン。これ強い。よっしゃ。でこれ完全にサイコマンかなりいいですね、これね。よいしょ。でバッファローマン、これもいい。よいしょ。なあ、あー、まあいいでしょう。あー、このタック技は厳しいか。うわー、これは、うわちょっとやばいかも。ちょっとやばいかも、これ。ちょっと待てよ。これどうするか。サイコマンですけども。止まれるか。よっしゃ、止まれ。よっしゃ。サイコマンはカウンターがないんでね、ちょっと怖いんですけど。よいしょ。これさ、うまくなんかそこ行くとなんかできるんだよな。ローの近くで、ね、行けるのはいけんのね。これやばいか、終わりパターンか。はい、バッファローマン行ってみよう。よいしょ。よっこらちょっと、うっ、ん、いやー固まるな。よっしゃ、これで倒したんでローは消えたね。でこのね、バッファローマンのね、カウンター、これカウンターがねないのがいい。やっぱカウンター強いね。カウンター悪魔将軍バッファローマン2体いますし、頭最後のか、これも本当にバックアロープカウンター、まあ本当スカーフェイスのこの申し訳適正かなと思うんですけども、はい、行ってみましょう。もうサイコマンが貫通だったらね、よかったんだけど、これいくか。うっ、よいしょ。よっしゃ、結構ダメージ与えたぞ。ああ、そうなる。こう上に行くと結構やばいかも。何も考えなかったこれ。で、よし、取れねえか。あ、よっしゃ。この砲弾2体はやっぱいいですね。バッファローマン2体はいい。よっしゃ、誘導欲しい。しかし当たって、よし、当たって、いくー。まあ、凍りますけどいいですよ、凍りますけどいいですよ。想定内です、凍ってるのは。いいんです。座って。ああ、痛い。ああ、またローか。うまくローも使っていかないとダメなんだろうけどね。サイコマンで、よいしょ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 、止まれ、おっしゃ、おお、通れなかったよかった、危なかったこれ。絶対コールド持ってるね。うわ、おなら攻撃。
欲しいな、牛丼欲しいな。よっしゃ、あくま将軍だ。よっしゃ、あーよっしゃ、出よう。よっしゃ、はい、ラウンド3行ってみましょう。ラウンド3に登場するギミックが、俺さっき2も言わなかったな。ラウンド3に登場するギミックがこれで、バックアロープ、カウンター、あ、ドロー。まあ、ラウンド2はさっきね、テロップ書いてきますからね。よいしょよいしょよいしょ。で、どうだ？なあ、結構カウンターはきついね、ここ。うわ、ここ筋肉が強いな。ああ、わわわわ、よし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 よいしょ。カウンターがえぐいな。あー、まあこれは下行って牛丼取るか、取れるか取れるか取れた、取れないか。よっしゃ、あーちょっとカウンターがえぐいな、正直。あー、召喚もありますね。よいしょ。いやー、まあ、バックは食らったけど、まあ、しょうがない、しょうがない、いい、いいです、いいです、いいです。いやー、いけるか。いやー、ここはちょっと一気に肩をつけたい。よいしょ。うわー、必殺か。あー、結構持ってかれたな。よいしょ。お、必殺ワン溜まってきたぞ。よっしゃよいしょよいしょよいしょ。カウンターがちょっとね、ややこしいんだよね、もう。あー、体力がもう徐々に削られております。よし、必殺も溜まってきたぞ。いやー、あー、うまくいかんな。やばいやばいやつだ、これは。うわー、がー、これやばいぞ。あー、待って、これ止まれ、あー、止まんないのか。あー、やったれたわ。たたきまーす、クソジカラー、きたー、ガキマのクソジカラだー。よかったー、危ない危ない。さてさて、よいしょ、牛丼取って、よいしょ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 、 KO。 あぶー、完全に危なかったね。よいしょ、はい、ラウンド5決めちゃう。ラウンド5突入するギミックはこれは爆破ロープと電流ロープかな、あとカウンターローでございます。行ってみましょう。ほぼほぼ危なかったな。あー、もう電流で、もやっぱりカン、あれダメだな、もうなんか俺がこれ完全に下手くそですね、これの。
よっしゃよっしゃ、どうだ、よっしゃ、召喚もありますね、召喚やばいな、これ頼むぞ、うめぇ、ここはカウンターだけど、これやばいか、止まれ、よしよしよし、ローをうまく使ってなきゃダメだぞ、これよいしょ、いけるか、あー、いや、いけしかねえか、これ、こいつを、よっしゃ、バッファローバス、この辺で、よっしゃよっしゃ、一気に倒したぞ、これで、あとはもう、友情でなんとか。よっしゃー、もうちょい、もうちょい。よっしゃ。あー。よいしょ、よいしょ、よいしょ。よっしゃ。あと精神だけ。うん、よっしゃ、ありゃー、よしこー、よっしゃ、KO、 危ない、よっしゃ、お、ラストファイナルラウンド行きましょう、よっしゃ、はい、ラストファイナルラウンド登場するギミックはこれが、で爆破ロープと痛い痛い痛い氷ロープかな、あとロー、よっしゃ、まずは爆破ロープで、おりゃ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 、よしこー、あー削られるな、ここはバッファローマン必殺でいってきますか、来たー、バズーカー、ガガ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 ガ、よっしゃ、結構当たったぞ、うわー、召喚もあります、召喚もあります、これは結構ブロック展開いいんだよね、よいしょ、あー、よっしゃー、まあ、最後まで、ありゃ、一気に、よっしゃ、ガショガショガショ、よっしゃ、うん、ブロッケンだけまで来てる、ね、結構痛いブロッケン、あ、そしてここは悪魔将軍いきますか、牛丼取りつつ、おりゃ、来た、おりゃ、来たぞ、ピーン、ガガガガガガ、ジュルルルルルル、キー、来た、カミングさんちょうだい、おりゃー、よっしゃ、いいぞ、あともうちょいだ、よいしょ、うん、必殺はもうないからな、やばいぞ、召喚だぞ、よっしゃ、ここは全員苦手で友情でなんとかいけるか、削れ、
あやばいやつだこれ。よっしゃ、なんとか。まあバロマンでなんとか。これやばいぞ、やばい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 かも。いやー、うーわ、持ってかれた。あーあと半分。これはやられるパターンか。うわー、ギリ。これは悪魔ジョグ、なんとかバッファローマンに当てて。よっしゃ、もうちょいだぞ。牛丼欲しい。あー、こっちやった。あー、こっちやったけどいいよもう。あー、スピックにできん。まあしょうがない。おりゃ、よっしゃ。あー、呼ばれた。しかし、よっしゃ、これから、よっしゃ。あと一撃だ。じゃあ、撃破。よし、You win! えいえいえい。まあ、今回スピーキングではなかったけど、ハスクリーゲット。よっしゃ、スカーフェイス1体ゲットです。やりましょう。えいえい。はい、スカーフェイスゲット。はい、ということで本日こちら、猛獣スカーフェイスでしたけれども、まあ、なんとかね、こちら、クリアできましたけれどもね、バッファローマン、バッファローマン結構ね、厳しいところあったんですけども、なんとかバッファローマン、それから悪魔将軍、それからね、フレの最後までね、クリアすることができました。また次回もね、猛獣の方、クリアしていきたいと思っております。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。ということで、伊達仁チャンネル。また、あそこにね、ご覧いただいている方はね、ここら辺にね、チャンネル登録ボタンがございますんでね、チャンネル登録のボタン押していただければいいかなと思います。でね、スマホ、タブレットでご覧いただいている方はね、下の概要欄の方にね、下に URL 貼ってありますんで、ぜひそちらからチャンネル登録よろしくお願いいたします。この動画が良かった方は、チャンネル登録、グッドボタン、お願いします。